感覚がずれてしまっているのは感じる。社長がアルバイトの現場で環境の話題、それをしているような感じ。現実には、バイト以下でしかない、のに。状況の改善は、現場レベルではなんだか起きない。誰かが、彼らに給料を払わねばならないのだが。誰が？会社は利益を上げて、それを社員に還元せねばならないのだが、そこに、話題は向かない。考えてもしょうがない、のだ。だから。それが社長まで含んで。その現場は、社長まで含んで、利益を上げる、手段を意識レベルから失っているわけで。お金の話は、説明もできない現実はある。紙切れ一枚を数百万円にする方法、だ。それはできない、現場の断言かも。一応、なぜ？相対性理論には、それについての記述がないから、だ。わかる人々だけが利益を上げる